それではお願いいたします。最初に不正に関する質問からお受けします。リニア新幹線についての JR 東海さんからも開幕の発言が出ていますけれども、今後大阪府としてはどのような働きかけをしていくのか。いや、まあ政府で8年、前倒そうということをね、骨太の方針に書き込んでいただいた。まずは、一歩前進ですけど、できるだけね、まだ同時開業を旗下ろしたわけではない、これは財界の皆さんと一緒になって、8年と言わずに、同時開業ということを、これからも言い続けていきたいとこう思ってます。だから、財都を使っての8年ですから、新たに何らか我々側から提案することをね、中身を作って、旗を下ろしていない同時開業に向けてさらに、努力していきたいとこう思ってます。何らかの提案というのは、例えばいつ頃には出したいというなんかスケジュール感があるんですか。いや、今も同時開業のを求める、財界と一緒になって、チームを作ってるわけですから、そこでいろいろと協議したい。まだ具体的に、いつ頃までに何を出すというところまでは話は煮詰まっています。先ほど資金面の話が出ましたけども、それは何らかの提案というのは資金面についても含まれるでしょうか。これは JR 東海さんが将来にあたっては全て、自力で、資金手当をして、一時は借り入れもあるんでしょうけど、それも JR 東海さんのその体力の中で、減価償却をするということですから、当面のつなぎの部分でですね、何らか少しでも協力できるところ、金利負担とかね、そういうところをやっぱりさらに8年からさらに同時開業ということを求めていくんであれば、我々としては、そういう協力というものはこれはやらなければならないと思います。これまでも同時開業を求める中でね、具体的に、この経済界と官民一体になってやれることは、これは検討していこうということになってますから、そういうところをさらにね、具体的に見つめて、提案していきたいと思います。経済界は資金面については国がというようなスタンス、従前はですね、だったと思います。この辺は多少変わってきているんですか。同時開業となればね、協力はいただけると思います。税に関しては他ございませんでしょうか。それでは税務に移らせていただきます。税務に関する質問をいたします。民進党が参院選の公約についてはマニフェストという名前をやめるらしいですけども、このあたりはどのように思われますか。いや、もうどっちでもいいんじゃん。どちらにしても、もう彼らはマニフェストだろうが、政策ビラであろうが、やらないことを書いてますから、だから書いてることはやらないで、書いてないことは勝手にやると。そういう政党ですからね。で、第一、共産党と組んで、もうマニフェストも、もうへちゃちゃもないですよ、もうそんな。これはもう、野合談合で、各政党それぞれ、あれ、マニフェストというか、公約発表してるけど、どの公約のもとに候補者が集まってるのか、もう分かりませんから、これはもう無理です。もう単なる、なんていうかな、もうイメージチェンジを狙った、うっすらごとやと思いますね。
自身があえてマニフェストをつけてらっしゃる理由がある。僕らはやってきたからです。僕らは書いたこと、約束したことはやる。これはそれはまだ国ではねできてないですよ。それをやれる数を持ってないわけですから、それはやっぱり実行していこうと思えば政権取るしかないわけです。それはできてないけど、まあ大阪では、そういうやれるだけの力をいただいたらやってきたからです。だから堂々と数を取ればこれをやるということを言えます。もうまずは参議院で、単独で法案出せる数、これは具体的なね、法案としては政治資金規正法の改正です。これはもうとにかくまずは出します。法律をそれに賛同いただけるかどうかね、これはもうオープンの中で、やはり国会で議論して、それぞれの議員のねスタンスを一回国民の皆さんに知らしめたいと思っています。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。